大和文化館は奈良県奈良市にある東洋古美術を中心とする私立美術館である。1962年に第3回 PCS 賞を受賞。2005年にはドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれた。ネ覚物語絵巻賞は21年近畿日本鉄道社長であった種田,田虎雄は 財団法人大和文化館を設立した。京都、奈良、伊勢という日本の文化の中心地を結ぶ、鉄道会社にふさわしい美術の伝道を作ろうと、考えたたネタは、世界的な美術史学者、八代幸男を初代館長に任命し、その仕事を依頼した。館の運営から、作品の選択、収集まで、すべては八代に一任された。学者である八代は、 個人の好みによってではなく、質の高い作品を系統的に収集することに尽力した。そのため、収蔵総数は約2000点と、美術館としては多いとは言い難いが、収集した作品には、国宝4件、重要文化財31件、重要美術品14件を含んでいる。種田は、ほどなく高いしたが、彼の意志は十数年を経て、 佐伯勲に引き継がれて実現し、昭和35年10月1日、近鉄の創立50周年行事の一環として、大和文化館が開館した。日本の私立美術館の多くが、実業家、大名家などの大コレクションを母体にしているのに対し、大和文化館の場合は、最初に美術館設立の構想があり、コレクションは後から形成された点がユニークである。 ヤシはこのことを美のための美術館と呼び、所蔵品は鑑賞価値を第一にした名品が集められた。個人の思考によらず、ある時代や地域の美意識を代表する名品が偏りなく、まんべんなく集められていることが大和文化館の特徴の一つである。なお、国宝の根覚め物語へ巻き、一時連大法華経をはじめとする名品の多くは、 横浜の三景園の海の親である、花と三太郎のコレクションにあったものである。山と文化館の文化とは八代が南京の中央博物院を訪問した折、自然展示室を物価館、人文芸術展示室を文化館としていたことに基づく。文化は中国の古語で優れた文筆の差や文化が栄える様を表す。八代の戦後日本への期待を込めた命名である。 所蔵品は、中国、朝鮮半島、日本を中心とした、東洋古美術の名品二千百十三件で、中村直勝収集の古文書六百六十四件、伊予松山三戸浜の近藤劇有造の富岡鉄祭、書画四十五点などが含まれる。登録番号一番は、当時代の近藤伊屋商船3点で、これは美術館に災いが起こらず幸運をもたらして、 くれるように、との願いが込められている。なお、京都吉田神社の鮭鈴鹿家から購入した鈴鹿文庫6163冊も、あるが、こちらは、特殊図書資料として、美術品及び、一般図書とは区別して管理している。これらは年に7回の館形蔵品を中心とする、企画展で順次公開される。また年に一回程度の特別展が行われる。山と文化館は、 美術館であるとともに研究機関でもある。美術研究所が併設され、昭和26年創刊の東洋古美術研究史、大和文化は日本でも最も古い民間の美術研究史として知られており、年に回発行されている。平成21年から約1年、開館50周年と近鉄創業100周年を記念したリニューアル工事を行うため、 同年9月28日より休館していたが、2010年10月2日に再オープンした。展示館大和文化館の展示館は、奈良市の西の郊外の静かな住宅地の中にある。菅原池に面した丘の上に赤松の古木と文化園と呼ばれる自然園に囲まれて立つ。展示館は、日本芸術委員会員の建築家。 吉田58の代表作の一つで、城郭や蔵をイメージさせる生小壁をモチーフとして取り入れている。展示室は竹の植えられた中庭をめぐって配置されており、バルコニーからは遠く霞山や平城景を望むことができる。このため、竹の庭の美術館とも呼ばれて、多くの人に親しまれている。こうした美術品をめぐる自然環境は、 やしろゆきの東洋美術への理想、自然の緑が陳列室の空気をも彩るようにしたい。自然の額縁の中で東洋の美術は一番美しく、見えるを実現したものである。文化ホール。小学生の鑑賞教育等や、大学生の見学、実習等も積極的に受け入れている。また友の会があり、会員には転換紹介や美術エッセイを掲載した機関、期間。 美の頼りが年4回送られる等の特典がある。美術館の周囲は文化園と呼ばれる自然園になっており、梅林、三春の滝桜、笹ゆり、紫陽花、水浮葉、萩、サザンカ、ローバイ、椿と四季を通じての花が楽しめる。大和文化館敷地内には近鉄の電信である大阪電気軌道によって誕定された三つの神社が鎮座している。元は 近鉄綾目池遊園地内にあったが、道園の閉園に伴い2004年にこの地に潜在した、ものである。一つは、日本鉄道神社で、1927年に、上本町駅の大規ビルディング屋上に、小国魂神社、伊勢神宮、厚田神宮、大山積神社、東高津神社から祭神を奉還し、大規神社として創始されたものである。 1941年に大一と三宮急行電鉄の合併による関西急行鉄道への解消に伴い関急神社にさらに1944年南海鉄道との合併による近畿日本鉄道発足に伴い当時の略称である日本鉄道を冠した日本鉄道神社と解消したもう一つは岩船稲荷神社で商売繁盛の神様である 福島稲荷大社から誕生して、大器神社の数日後に、同神社の新域内にて創始された。この二つの神社は1932年に、あやめ池遊園地に潜座し、この時新たに、春日大社の分霊が合祀され、生駒トンネル工事での犠牲者や創業以来のぶっこしゃらの霊を祀る、霊者が創始された。こちらは1944年の近畿日本鉄道、発足時に、 住吉大社からの分例が合資されて、日本鉄道列車となった。一時連来、北ッ業風俗図座席風俗図席巻きずり、進む必南総時代転居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による。以上の国宝、重要文化財の所有者は、近鉄グループホールディングス株式会社である。ありがとうございます。